ハレルヤーハレルヤーハレルヤー,ルヤーイエス様は生きておられる。はい、素晴らしいですね。はい、素晴らしいです。ねえー、ということで、イースターおめでとうございます。今日はね、えー、私たちクリスチャンにとって一番大切な日です。ねえー、金曜日は イエス様が十字架で死なれた日ですねでそれから数えて3日目が今日なんです、えー、この3日間で一体何が起きたのかそれは福音の完成なんですね福音の完成キリストの復活ほど世界に大きな影響を与えたことはないんじゃないかなと思います ね、海外では、えー、イースターっていうのはクリス,マスとクリスマスに匹敵するほどの大きなイベントなんですね、えー、私たちは石巻に来る前、えー、香港に住んでたんですけども、えー、2011年に、えー、震災の時にこっちに引っ越してきたんですねで香港ではね、えー、イースターの週末っていうのは3連休なんですね えー、土曜日、えー、日曜日、えー、イースターっていうのは必ず日曜日なんですねで、えー、振替休日で月曜日も休みになるんですだから三連休になるんですねはい非常にこういう意味で世界中がイエス様の復活を祝っている、えー、英語の言葉で CEO っていう言葉があるんですね C えー、ABC の CEO これ CEO っていうと普通、えー、社長ね <laughs> 企業大企業の社長最高責任者っていう意味なんですねチーフエゼ v ティブオフィ e r でもね、えー、クリスチャン世界ではこ、えー、皮肉ってね、えーまじえー、不真面目なクリスチャンの人たちを皮肉って CEO って呼ぶんですねそれは何かというとクリスマス &Easter っていうね <laughs> そういう意味で CEO とえ呼ぶんですでもね皆さんは違いますよねえーはいイースターはキリストの福音の完成を祝う日です私たちは福音を信じて救われたわけなんですけども福音はえ次の3つのことからなってるんですねそれはイエス様は十字架で死なれて それから二つ目はお墓に葬られてそして三日目によみがえられたこの三つのことを心から信じて私たちは救われるんですね一つでも抜けたらダメなんですこの三つを完璧に信じて私たちは救われるんです今日の学びのポイントはただ一つです 今日ははね、えー、ポイントは1つだけなんです。それは「イエス様の復活」だけに集中したいなと思うんですけどもおでもね、えー「福音をカバーする,するためには「イエス様の十字架での死と」と、えー「お墓に葬られた」ということと「復活された」ということの3つを聖書を読みながら読みながら 学びたいいなと思いますで。今日はね、聖書をたくさん読みます、でこのスクリーンに出ますので、えー、これを見ていただくか、手元の聖書で、えー、読んでいただくか、どっちでも構いません、ね、たくさん見言葉を読みます、でえー、僕が、ね、たくさんしゃべるよりも聖書にしゃべってもらった方がいいんじゃないかなと今日は思います。はい えー、コリント人への手紙第1の15章1節から8節というところを読みますね「兄弟たち私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせますあなた方はその福音を受け入れその福音によって立っているのです私がどのような言葉で福音を伝えたか あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなたがたに最も大切なこととして、伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと。また。 葬られたことまた聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたことまたケファに現れそれから十二弟子に現れたことですその後キリストは五百人以上の兄弟たちに同時に現れましたその中にはすでに眠った人も何人かいますが大多数は今なお生き残っています その後キリストはヤコブに現れそれからすべての人たちに現れましたそして最後にきたらずで生まれたもののような私にも現れてくださいましたこれね、えー、パウロの言葉なんですね福音には罪人を救う力があるんです神の力が働くんです 人間の力ではありませんこの世では努力してね悟りを開いて良い行いをすればきっと救われるというふうにこの世は教えてるんですねでもそうじゃないんです福音は全ての救いのための働きは神がしてくださったんですね人の努力では人は救われないんです 人間の力ではないんですね。なぜならば人が罪の許しを得るためにはそのことを神がなさ,なさらなければ人は救われないんです。ねえー、今日皆さんと一緒に読む聖書箇所は福音がぎっしりと詰まっています。ヨハネというイエス様の弟子が これは自分の目で見たことを書いてるんですね今日読むのはヨハネの福音書19章と20章のところなんですけどもヨハネ自身がその場にいて見たことを書いてますイエス様には12人の弟子がいたことを皆さんご存知だと思います12人の中でその1人イスカリオーテのユダ 彼はあ、ね、30枚の銀貨でイエス様を裏切ってユダヤ人たちに売り飛ばしてしまったんですねそしてユダは死にました弟子たちは11人になりました、ね、11人のうち10人はイエス様が逮捕された時に逃げてしまったんですね 雲の子を散らすようにバーっと逃げてしまったんです。この十人はイエス様が十字架にかけられる時も逃げて隠れていました。残るはただ一人ヨハネだったんですね。ヨハネがイエス様の十字架のところでイエス様のお母さんのマリアと女性信者たちと一緒に。 イエス様が十字架に釘付けられて苦しんで死んでいくのを見てたんですねそのヨハネが書いたのがヨハネの福音書です今日読む箇所はあヨハネの福音書19章の28節というところから読んでいきたいなと思います それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われた水ぶど同士がいっぱい入った器がそこに置いてあったので兵士たちは水ぶど同士を含んだ海面をひそプの枝につけてイエスの口元に差し出したイエスは水ぶど同士を受けると完了したと言われた そして頭を垂れて霊をお渡しになったはいイエス様は完了したと言ったんですね英語で It is finished と言ったんですこの完了したということはこの私たちの罪の許しのための技が完了したという意味です実は 「この完了した」っていう言葉のギリシャ語の元の意味はあの経済用語なんですね。支払いが終わったという意味なんです。支払いが終わった。この意味を元をたどると最初の人間アダムとエヴァが神に背いてしまった時まで遡るんですね。 もともと人間は神の支配下で生きるはずだったんですでもアダムとエヴァが神に背いてしまった時その時人間はサタンの支配に入ってしまったんですねサタンは私たちを奪ってしまったんですサタンの別の名前はこの世の支配者という意味なんですね この世の支配者この世の支配者っていうのはこの世の今一時的にこの世を支配しているということなんです私たちも一時的にサタンの支配にいたんですイエス・キリストを信じて救われるまではイエス様はご自分の命を代価として十字架の上で私たちを 買い戻してくださったんですイエス様はご自分の命を払われた続きを読んでみましょう、えー、31節から35節です「その日は備えの日であり翌日の安息日は大いなる日であったので」 ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするためその足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願,願い出たそこで兵士たちが来てイエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者の,の足を折ったイエスのところに来るとすでに死んでいるのが分かったのでその足を折らなかった しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺したするとすぐに血と水が出てきたこれを目撃した者が証しているそれはあなた方も信じるようになるためであるその証しは真実でありその人は自分が真実を話していることを知っているイエス様と一緒に 2人の犯罪人が十字架につけられてたんですこの2人は極悪犯罪人だったんですね強盗犯だったのでしょうかあのイエス様は無罪な人であったんですけどもこの2人はね当然死刑を受けるべき人物だったんですね でローマの兵隊たちはこの2人の足の骨を折ったんです、ね、なぜそうするかというとその時この2人はまだ生きてたんですね生きてこうやって十字架の十字架からねぶら下がってるんですで、えー、実はこの、ね、膝がちょっと曲がったような状態なんですねでこの状態だと 呼吸がでできないんです呼吸するためにはこうやって伸ばしてこうやって呼吸ができるんですねでまた呼吸が終わったらまた膝を曲げるっていうのは膝を曲げないとね痛いんですえも,も,も,もちろん痛いんですけどもずっともっともっともっと痛いんですねだから膝を曲げてなきゃいけないこの膝を折ることによって 何が起きるかというと彼らは伸ばせなくなって呼吸できないんですだから放っておけば窒息死するんですねすごく残酷なことなんです息ができなくなって窒息死するだからあのちょうど安息日だったの前だったんでね安息日のにまで 彼らが十字架についてる,ついてるのはこれユダヤ人たちの習慣として良くないことであるということで早く殺しちゃってくれということだったんですね死んでからじゃないと十字架から降りることはできませんでこの二人の犯罪人が苦しんでたときに イエス様はもう完全に死んでたんですね。完了した。父よ私の魂をあなたに委ねますって言ってイエス様は死なれたんですね。イエス様はその時に完全に死んでたんですね。なぜ完全に死んでたかって分かるかというとこのローマの兵隊が イエス様の脇腹に槍を突き刺したんですねその時に血と水が分離した状態でシュワッシュワッと出てきたんですねでこの血液と水が分離してるっていうことは完全に死んでたということなんですねイエス様は気を失ってたのではないイエス様はね 死状態ででであったのでもないんです完全に死んでたイエス様の復活を疑う人たちっていうのはイエス・キリストは実は死んでなかったとね気絶してただけだとか死状態だったとかそういう人たちがいますでも聖書このヨハネが語ってる記録してることはもう お医者さんに聞いてみれば分かります。水が出てきたということは完全に死んでたということなんですね。はい。<laughs> 次にイエス様がお墓に入れられたということです、ね。もうすでに福音の3要素のうち1つ、イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれた。 次にお墓に葬られたというところですその後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していた有タ屋のヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出たピラトは許可を与えたそこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした以前夜イエスのところに来たニコデモも もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた彼らはイエスの体を取りユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に麻布で巻いたイエスが十字架につけられた場所には園がありそこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった その日はユダヤ人の備えの日でありその墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めたイエスが十字架につけられた場所には園がありそこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があったその日はユダヤ人の備えの日でありその墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた イエス様は確かにお墓に葬られました埋葬されましたあのまあご存知かどうかわからないんですけどもその当時のお墓っていうのはホラー穴みたいなものだったんですねえー,ホラー穴みたいなものでえそこに遺体を葬ってたわけなんですけどもお その当時の習慣としてはこのもつ薬をね塗ってまあ体はあの腐っていくわけなんですねだから臭くなるわけなんですけどもそのためのもつ薬を塗ってたとこのお墓には大きな蓋がしてあるんですこれは岩でできた蓋なんですね大きくて重い蓋なんですけどもね えー、この蓋っていうのは大人一人では動かせません、ね、大人強い男性何人か、ねえー、56人それ以上かなが力を合わせてよやっと動かすことができるんですねその蓋がイエス様のお墓に閉められててで外にはローマの兵隊がそれを守ってたんですね坂兵がいました えー、ちょっと飛ばしますけども続きを読みたいと思いますすでにもうイエス様はイエス様が完全に死なれたということが分かりましたそしてイエス様がお墓に入れられたということも分かりました、はい、あと残すはイエス様の復活ですさてはじ週の初めの日朝早くまだ暗いうちに マグダラのマリアは墓にやってきて墓から石が取りのけられているのを見たそれで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った誰かが墓から手を取っていきましたどこに手を置いたのか私たちには分かりませんここでね、えー、マ,グダラマ,マグダラのマリアっていう女性と あとね、シモンペテロ、えー、ピペテロのこと,なんです、ね、ペテロともう一人ねもう一人の弟子イエスが愛されたもう一人の弟子、ね、イエスが愛されたもう一人の弟子っていうのはヨハネ自分のことなんですね, <laughs> ね。自分のことをイエスが愛された弟子っていうふうに、えー、大胆にも呼んで自分のことをそういうふうに呼んでるわけなんですけども。 そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った2人は一緒に走ったがもう一人の弟子がペテロよりも速かったので先に墓に着いたあのヨハネっていうのはすごくその当時若かったんですねで、えー、ペテロはおじさんだったんです、ね、だから当然ヨハネの方が走るのは速かったんです そして身をかがめると麻布が置いてあるのが見えたが中には入らなかった彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り麻布が置いてあるのを見たイエスの頭を包んでいた布は麻布と一緒にはなく離れたところに丸めてあった、えー、これね、えー、お墓が空っぽだったと。 いうことなんですね金曜日にイエス様は十字架で死なれてお墓に葬られました土曜日が過ぎて日曜日の朝今日の朝ですね朝早い時間です朝早くまだ暗いうち、ね、だからどうでしょう、えー、今だと四時4時ぐらいに。 ですかねそういう時間にマグダラのマリアがお墓にやってきてお墓が空っぽだった誰かがイエス様を運び出してしまったと思ったんですねあの今日はちょっと時間の関係で読みませんけどもあのイエス様がマリアと会話をしている場面があります。 ね、そこは後で、えー、読んでおいてください読んでみてくださいね「二、え、十、ー、章」の19節から31節を読みたいと思いますその日すなわち「週の始めの日」の夕方、ね、さっきは「週の始めの日」の朝だったんですね「週の始めの日」っていうのは日,日曜日のことなんです日曜日が最初の日です 弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたするとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた「平安があなた方にあるように」こう言ってイエスイエスは手と脇腹を彼らに示された弟子たちは主を見て喜んだイエスは再び彼らに言われた 平安があなた方にあるように父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますこう言ってから彼らに息を吹きかけられて言われた聖霊を受けなさいあなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます許さずに残すならそのまま残ります十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは イエスが来られた時彼らと一緒にいなかったそこで他の弟子たちは彼に私たちは死を見たと言ったしかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見て釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った8日後弟子たちは再び家の中におり トマスも彼らと一緒にいた。とには鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。イエスは アトマススはイエスに答えた。私の主私の神よイエスは彼に言われたあなたは私を見たから信じたのですか見ないで信じる人たちは幸いですイエスは弟子たちの前で他にも多くのる信じる人たちは幸いですイエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたがそれらはこの書には書かれていないこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることを あなた方が信じるためでありまた信じてイエスの名によって命を得るためであるはいちょっと一気に長いところを読みましたこのヨハネの福音書の20章っていうのは全てイエス様の復活のお話です。 えー、でこの20章全部について話すのももうほとんど時間がありませんので、えー、1箇所だけ19節ね、えーまあ、ちょっと注目してみたいなと思いますその日そのすなわち週の初めの日の夕方弟子たちがいたところではユダ,ユダヤ人を恐れて都に鍵がかけられていたするとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた。永遠が あなた方にあるようにとね。これは日曜日の夕方の出来事なんですけども場所は弟子たちが隠れていた家ですね彼らはイエス様を十字架で処刑したユダヤ人たちを恐れて隠れていたんですね彼らは恐怖のあまりに引きこもってたんです イエス様が逮捕されて十字架で殺されてしまった次は俺たちの番だぞ彼らはねそう思って、えー、恐怖のあまり隠れてたんですね彼らは3年間の間イエス様と一緒に行動を共にしてましたずっとね、えー、日中起きている時 ご飯食べる時も一緒だったねえ何をするにもどこに行くにもイエス様と一緒だったんですねだから周りの人からはこいつらこの人たちはイエスの弟子であるということがあの面が割れてたんですねみんな知ってたんですですからペテロを筆頭にイエス様の弟子たちは臆病風に吹かれて 隠れてたんです <laughs>、ね、イエス様が死なれてからあー3日目の日曜日の夜のことだったんですけども彼らがいた家には中から鍵がかかってたというふうに書かれていますだから外から人は入ってくることできないんですね彼ら11人の弟子たちと あとはあー、ねえー、彼らと親しかった人たちも一緒にいたんでしょうか多分、まあ、20人ぐらいの人たちがそこにいたと思うんですけどもそこに突然「平安があなた方にあるように」という聞き慣れた声がしたんですね。彼らの真ん中にイエス様が 立っておられたんです。イエスキリストが。実在したっていうことは。本、本、本当に実在した人物であったということは。疑いのない事実です。この綿の葉中学校の。ね、中学一年の。教科書にも。そのことが書かれてるんです。ね。で。イエスキリストっていう人が十字架。で。 処刑されたっていうことも書かれてるんですけども。復活したことは書かれてないんです <laughs> ね。はい、えー。で、死人が蘇ったなんてね、えー、イエスキリストは死んで蘇ったんだよ。なんて言うとあなたは頭おかしいんじゃないの？ってね。思われることが多いんです。 あのそういう人が日本人のですあの最近のニュースを見てるとねやたらと横文字の言葉が出てくるんですね例えばあの「クラスター、ね」「クラスター」って、ね、英語で「塊」っていう意味なんですね「ロックダウン」「ロックダウン」っていう言葉ねこれも横文字です。 えー、あとはね、えー、よくトランプ大統領が使うフェイクニュース、ねえー、あと、えー、東,京の東京都の小池知事がよく使う言葉でエビデンスとかファクトっていう言葉、ね、エビデンスっていうのエビデンスの意味は証拠という意味ですねだからファクトはあ事実という意味です 人はフェイクニュースはすぐ信じるんですね。あの、トイレットペーパーが買えなくなるからって,言ってね、みんなトイレットペーパー買いに走りましたよね、えー。大変なことになりました。でもあれはフェイクニュースだったんだけど、みんな信じた。ね。フェイクニュースでした。えフェイクニュースはすぐ信じるのに、 真実に対してはこの慎重になるんですね。本当かな嘘じゃないかとかね。イエス・キリストが本当に死んで復活した証拠は何よりもねその後の弟子たちの行動に現れてるんです。弟子たちは 恐怖のあまりに引きこもってたんです、ね、隠れてたたんんでですすね隠れ外に一歩も出ない多分食べ物食料とかね、うん、飲み物はあ誰かがそこに届けてたんだと思う,思うんです彼らはその建物から一歩も出なかったでもある日突然しかも、ね、大勢の人の前で堂々と 復活のイエスキリストの福音を伝え始めたんですね。ある日突然ですよ。イエス様の弟子たちはね。イエス様が逮捕されたように、自分たちも逮捕されて牢屋に入れられたりしました。無知で打たれた人もいました。ね、十字架で十字架にかかった。 弟子たたちもいましたそれでも彼らは復活のキリストを述べ伝えることをやめなかったんですねなぜなのでしょうかそれはイエス様の復活が事実だったからなんです本当に彼らは見たんです 500人の人たちに同時に現れたと書いてありましたけれどもねもし、これがえ妄想とかねあの幻であるならばあの500人の人たちはそれぞれ別の違ったものを見るはずなんですね例えばあの覚醒剤中毒になった人たちというのはねあの本当はないんだけども妄想いろんなものが見える。 彼らはそういう妄想をしてたんじゃないからっていうふうに言う人もいるんですけどもね妄想であれば彼ら一人一人500人の人たちが違うものを見るはずなんですねでも500人の人たちが一度に同じ場所で一人のイエス・キリストを同じイエス・キリストを見たんです弟子たちは イエス・キリストと一緒に時間を過ごしました一緒にご飯を食べました、ね、彼らにとって本当にイエス・キリストの復活は現実どころか、ね、のイエス愛するイエス様がよみがえってくださった、ねえー、喜びに包まれた時間を過ごしたと。 思うんですもしイエス・キリストの復活が嘘であったならばイエス様が死んだままであったならば誰も自分の命を危険にさらしてまでイエス様の福音を伝えようとはしなかったはずです嘘のために死ぬ人死のうと思う人はいません嘘っていうのは 自分を守るためにつくものです。これこそ弟子たちの行動こそがイエス・キリストの復活が事実であったという証拠ではないでしょうかね。 あのイエス・キリストの復活が嘘であっ,てなあったのであればあ、ね、イエス様は気違いであって嘘つきであって詐欺師であったということが言えると思います私たちの信仰は本当に虚しいものになります日曜日の朝わざわざここに集まって礼拝するそういったことが無駄で 馬鹿げたことになってしま,しまいますね家にいてテレビの前で寝っ転がってポテトチップスをボリボリ食べてた方がよっぽど有意義な時間の過ごし方なのでしょうじゃないでしょうかね,ね僕だったらあの朝からお魚釣りに出かけますでも私はペテロやヨハネたちの 証言を信じました皆さんも信じましたキリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと今ほど世界中が福音を必要としている時代はないと思います今ほど日本人が 福音を必要としている時はないいと信じていますなぜならもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならあなたは救われるからです人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるからですローマ人への手紙 10章の節節から10節ですすお祈りします愛する天のお父様、私たちは今日心からハレルヤと叫びます。イエス様は私たちの罪の許しのために十字架で死んでくださり、そしてお墓に葬られ、そして3日目に復活された。 このことは事実であって2000年経った今でも私たちはこの福音を聞いて信じましたこの福音には私たちを滅びから救う力があります福音は天皇お父様あなたの力ですあなたの恵みですあなたの愛です今日私たちはこの福音を改めて信じますそしてこの福音が 私たちの心の中に染みついてそして喜びの泉となって湧き上がってきますように私たちはこの喜びをまだイエス様を知らない人たちに伝えますどうか多くの人々がこの福音を聞いてイエス様の救いを受け取ることができますように神の愛を受け取ることができますように この素晴らしい神と生きる、そしてイエス様と歩く人生を味わうことができますように私たちの唯一の救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。